第十四六方諸仏たる念仏を称状したまる編。六方豪者の諸仏余行を称状せずたる念仏を称状したまるのも禅道の観念訪問に予約また弥陀経に言うがごとき六方おのおの豪華者の諸仏増しまして皆舌を述べてあまねく三千世界におって両日の言を説きたもの。もしは仏の財政もしは仏の滅亡の一切増罪の言ただ衛心して阿弥陀仏の念仏は浄土に挑戦と願ぜれば神百年を尽くし死も七日一日十生三生一生等に至るまで命の終わらんとするとき仏小獣とともに自ら来たって向上しすなわち往生遠世しも神のごとき六方等の仏の饒舌は定んで凡夫のために生をなし在して代名して生ずることを得せしももしこの生によって生ずることを得ざれば六方諸仏の饒舌ひとたび口を入れて以後ついに口に帰り入らずして次年に得らんせんとなり同じく往生来世に阿弥陀経を引いて曰く東方に豪華者のごとき等の諸仏南西北方及び上下一々の方に豪華者のごとき等の諸仏おのおの本国においてその絶相を言い出してあまねく三千大千世界に覆って上質の言を説きとも何時らしよう皆まさにこの一切諸仏正五年行を信ずべしといかんが五年と名付くもし主情あって阿弥陀仏を承認することもしは七日および一日死も実証ないし一生一年等に至るまで必ず往生この字を称状するゆえに五年行と名付くまた またいわく六方の匂い舌を述べて調査もっぱら名号を称すれば裁縫に至る賢子に至って花開いて妙法を聞けば十字の願行辞典に現る同じ官行の書に阿弥陀経の聞いて曰くまた実法の仏道主上の社会一物の諸説を信ずらんことを共有してすなわち同心同時におのおの絶相を出してあまねく三千世界によって常実の言を説きたもの何時らし上皆まさにこの社官諸説諸賛諸修を信ずべし一切の文句罪悪の他所自説の苦言を問わずただよく神百年を尽くして死も一日七日に至るまで一心にもっぱら皆の名号を念ずれば定んで往生必ず疑いなしと同じく法事さんに曰く新人念仏して疑いを生ずることなかれ他の六方の如来不幸生す三号先人して増乱なければ百方の蓮華時に応じてあらる法性禅師の浄土護衛法事さんに曰く万行の中に休養たり迅速なることを浄土門に過ぎたるはなしただ本時根句の説のみにあらず十方の諸仏ともに延焼する。